いつも動画を閲覧していただき、ありがとうございます。チャンネル登録者数が1000人を超えました。これも、当チャンネルを視聴してくださっている閲覧者皆様のおかげであると思い、大変感謝しております。本当にありがとうございました。チャンネル登録者数が1000人を超えたら、動画紹介する、というお約束をしていたものを皆様にご覧いただきたいと思います。お笑い芸人の、上島竜兵さんが、2022年5月11日にお亡くなりになって、もうすぐ2年となります。今年、2024年5月11日は、三回忌となります。上島竜兵さんの三回忌を迎えるにあたって、上島竜兵さんが、いかに後輩思いの優しい方だったか、ということを、当チャンネルの閲覧者の皆様にお伝えしたいと思います。どうぞごゆっくりご覧ください。この動画は、何回かのシリーズものになっております。これからお話しする話題の中に、有名芸能人の方が何人も登場します。その方々をご紹介していきたいと思います。私の似顔絵作画工程とともにご覧ください。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただければ幸いです。第2回は、お笑いグループ、ダチョウ倶楽部の肥後克広さんです。肥後さんというと、ダチョウ倶楽部のリーダー、というイメージですが、もともと、ダチョウ倶楽部の結成当時のリーダーは肥後さんではありませんでした。ダチョウ倶楽部は、結成当時のメンバーは、寺門ジモンさん、上島竜兵さん、南部虎太さん、そして肥後克広さんの4人でスタートしました。そして、その時点でのリーダーは、最年長であった南部虎太さんでした。しかし、結成してから、約2年後に、リーダーである南部さんが脱退しました。そして、残ったメンバーの中から、肥後さんがリーダーに選ばれました。肥後さんは、残ったメンバーの中では、実は最年少でした。それでも、肥後さんがリーダーに選ばれた理由は、背が高くてリーダーっぽく見えるから、という理由の他には、グループ内で、絶大な信頼を得ているから、という理由だそうです。ダチョウ倶楽部のネタといえば、3人のキャラクターの連携で生まれる芸が基本です。毎回、その先の展開が分かっているのに笑ってしまう。というのは、いかに、コントの台本が練り上げられているか、ということを如実に物語っていると言えます。お笑いの典型として、対極にあるのが、先の読めない展開、まさかのボケ、まさかのオチというもので、これは、これで大変面白いです。しかし、ダチョウ倶楽部は、そういったお笑いの方向にはいかず、常に、同じ、コントで笑いを取る、そして、取れるグループになっていきました。ダチョウ倶楽部がネタを始めると、よ、待ってました。といった雰囲気になるのは、そのためでしょう。そして、3人のキャラクターですが、これが見事なまでに決まっています。上島さんがいじめられ役となり、その上島さんを肥後さん、ジモンさんがいじめます。似たようなお笑いグループに、ザ・ドリフターズがあります。ドリフターズのコントでは、リーダーの怒り屋長介さんが、会社の上司や学校の先生、鬼軍曹、スポーツの監督、探検隊の隊長などの絶対権力者を演じ、その下の存在として、他のメンバーがいます。そして、権力者役の怒り屋さんが、他のメンバーを怒鳴り散らしたり、横暴な振る舞いをします。ところが、コントのところどころで、メンバーたちが、怒り屋さんにいたずらをしたり、逆襲をして、仕返しを行います。これが、学校生活や職場での人間関係に疲れている視聴者の喝采を浴びたわけです。ドリフターズのコントは、常に、横暴な嫌われ者の権力者と、その下に不満を抱えている4人、という骨組みで行われていました。ところが、ダチョウ倶楽部のコントには、上島さんの逆襲や立場の逆転、というのは基本的にはありません。上島さんは、いじめられたり、理不尽な目に遭うたびに、抵抗したり争ったりしますが、他の2人に言いくるめられたり騙されたりして、結局は言いなりになってしまいます。最後のあがきとして、訴えてやる。というギャグを放ちますが、これも、口先だけで、何の効果もありません。しかし、その状況に、客席は大爆笑となります。もちろん、これも、ダチョウ倶楽部の狙った通りの笑いとなります。ダチョウ倶楽部のお笑いというのは、予定調和の集大成であり、時として、伝統芸能とさえ呼ばれます。そんな笑いが生まれたのも、3人のコンビ仲が良かったからでしょう。というわけで、今回は、ダチョウ倶楽部のリーダー、肥後克広さんの紹介でした。そんな肥後克広さんが、
この物語には登場します。今日はこのあたりまで。では次回の動画もお楽しみに。